こんにちは。ナビゲーターの東条朝香です。近年、日本では双竜型潜水艦計画。12潜水艦の建造が終了。最後11番艦奥竜と12番艦東竜は、リチウムイオン電池搭載の潜水艦となる。その通り、静粛性は世界でトップだろう。通常動力型潜水艦しか所有できない日本にとっては、リチウムイオン電池の進化によって原子力潜水艦よりも優れた性能を手に入れることとなった。これは時代がもたらした画期的な技術の恩恵を受ける。しかも日本の技術力もまた諸外国とは違っている。豪州が仏よりも日本の計画をと後悔しているだろう。中国もまた尖閣周辺を潜水艦で接近しているとの話もある。海底ではどんな行動をしているか地上からはわからない。海底と空、海上からいつも潜水艦の動きを見つけている。では、中国の原子力潜水艦が奇妙な動きを見せた映像があるのです。この奇妙な動きをした原子力潜水艦の話をしていきましょう。少し前の話です。2018年1月、宮古島及び尖閣諸島の一つである大正島の接続水域、領海に、接する一定範囲の公海を潜航しながら、日本の領海に侵入していた。中国海軍の 093B 型原子力潜水艦。この艦については、写真もほとんど公開されていませんでしたが、中国国営テレビの映像の中に 093B 潜水艦が映っていたと報じられました。中国国営 CCTV 中国中央電視台は海軍の報告として、黄海と渤海で行ったとされるミサイル兵器システムの攻撃訓練の映像を、放映しました。その映像の中に、他の艦艇とともに、この 093B 型原子力潜水艦が、含まれていたとらしいのです。CCTV で放送された映像のスクリーンショットを掲載します。093B 型原子力潜水艦と言われています。そして、こちらが2018年1月に日本の接続水域に侵入した潜水艦です。上記の 093B 型原子力潜水艦とそっくりでしょう。この 093B 型原子力潜水艦の特徴は、セイル、海後方の付け根に備えられているミサイルを収める台形状の膨らみです。また、十字となっている方向舵の上に構造物も見えます。今回放送された映像と比較してみると、1月に侵入した潜水艦と、同一艦と思われます。といっても、093B 型潜水艦 G 型を含むは、2015年以降に複数が就役したそうですから、果たしてこれが接続水域に侵入してきた潜水艦なのか否かは依然として、はっきりしません。では、最大の疑問といえる
中国原子力潜水艦はどうして浮上したのかについて推理していきましょう。状況の推移を説明します。防衛省の発表ですが、2018年1月10日、海上自衛隊護衛艦トライ5航空群所属の哨戒機 P3C は沖縄県宮古島の東北東の接続水域を北西に進行しつつある潜水艦を確認したそうです。前述の通り、接続水域というのは公海ではありますが、領海に接しているため、一定の権限を行使できる水域です。ですから、海上自衛隊は、この潜水艦を2日間追跡しました。2日後の12日午後になって、尖閣諸島、中国名は、釣魚島北西の東シナ海の公海に浮上し、中国国旗を掲げた同潜水艦を海上自衛隊が確認したそうです。尖閣諸島は今更説明しなくても、日本と中国が領有権をめぐって対立している島嶼です。その付近を中国艦船がうろうろしているというのは、よくあることなのでしょう。気分的には自分の家に土足で踏み込まれたようで不愉快ではありますが、当時の防衛大臣小野寺御殿氏は1月15日、この中国の潜水艦は小球と呼ばれる093型原子力潜水艦であるという分析結果を発表しました。小球は新型の攻撃型原潜で、長さは 110m。水中排水量は 6100 トン、最大速力30ノットと言います。加えて、長い射程距離を持つ巡航ミサイルも搭載できる。原子力潜水艦ということです。かなり高性能な原潜ではないでしょうか。さて本題に戻りますと、日本の接続水域に侵入した中国の最新攻撃型原子力潜水艦は、公海でなぜ浮上して国旗を掲げたのか、ということです。潜水艦には、ステルス性、隠密性が非常に重要視されるというのは、軍事的には当然すぎることです。なのに、あえて浮上して、自分の居場所を明らかにしたという不自然さに、中国国内では、様々な推測が飛び交いました。海外の中国語メディアの分析では、原潜、小球が浮上し、国旗を掲げた理由は、一日本へ尖閣諸島の主権を主張しようとした。二日本の海上自衛隊による対潜水艦作戦のせいで追跡を振り切ることが不可能だったため、やめむなく浮上し、身元を明かしたという二つの理由とされています。実は、沖縄をはじめとする日本の琉球諸島は、中国が第一列島線として重要視している場所です。この第一列島線というのは、冷戦終結後の中国が対米防衛線とした九州から沖縄、台湾、フィリピンまで続くラインです。言うまでもなく、ここは中国とアメリカ、両軍の潜水艦が年中潜航行動を展開していると推測される海域です。
だからこそ、あえて、隠密行動という潜水艦としての第一義を捨てて、存在を公にしたのだということかもしれません。しかし、この事態に、中国国内の一部のネットユーザーから多くの意見が湧き上がりました。以下にその意見を紹介しましょう。2日間も日本の潜水艦に追跡されたということは、こちらのオトモンは完全に把握されただろう。例えれば、パンツまで見られてしまった状態ではないか。ここまでやられるとは、昇級は本当に最新の源泉なのだろうか。オトモンとは潜水艦それぞれが持つスクリュー音のことで、潜水艦によって異なります。いわば、潜水艦の指紋というものですから、オトモンのデータがあれば、どの潜水艦なのかが分かってしまうのです。他国の領海を通過するときなら、浮上して国旗を掲げなければならないが、潜水艦が公海を潜航するときには、浮上したり国旗を掲げることは、必要ないはず。あそこは公海だったのに、そこで浮上したり、国旗を上げたというのは、尖閣諸島での日本の主権を認めてしまったことにならないのか？我が国の潜水艦はまた浮上させられてしまった。情けないし、誠にみっともない。潜水艦のすべてのデータ、つまり行動の全プロセスが日本にバレてしまったということが最大の問題ではないか。日本の潜水艦に追跡された挙句、浮上。まるで白旗を上げて降伏したようなものじゃないか。世界一と言われている日本の対潜水艦能力。この作戦で我が国の潜水艦が浮上して国旗を掲げたということは、日本に対してこちらには攻撃力がないことを認めたことになるのではないか。つまり、日本の艦船による強制送還を受け入れたというわけだなどなど、中国が最新鋭を誇っていたはずの原子力潜水艦が日本の海事に浮上させられたことに、多くの国民が疑問と不満を感じたようです。軍事大国であり、じわじわと日本に圧力をかけていたはずなのに、足をすくわれてしまったことで、自国に対して怒りを感じた人さえいたようですね。こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。海事が誇る潜水艦が敵役に、静粛性ではトップクラスの潜水艦、各国共同で探し出す訓練を
日米英合同訓練はどんな展開を見せたのか。2019年3月14日15日の2日間、日本の本州の南方海上において、日本、アメリカ、イギリスの3カ国の艦艇、航空機による共同訓練が実施された。この日米英による共同訓練は、今回で2度目の開催であり、前回、つまり初回の実施は2018年12月で、同じく海域となる太平洋上で行われた。日米英といえば、くしくも第一次世界大戦後から第二次世界大戦までの間、世界の三大海軍国と呼ばれた国々だが、当時と大きく異なるのは中国海軍の台頭を念頭に置いている点だ。2018年12月の共同訓練には海上自衛隊からは護衛艦いずもが参加し、イギリス海軍のフリゲート艦アーガイルとともにアメリカ海軍の潜水艦を敵に見立てた対潜哨戒訓練を行った。今回の2019年3月の第2回目の共同訓練には海上自衛隊から護衛艦村雨と潜水艦イギリス海軍がフリゲート艦モントローズ、アメリカ海軍の対潜哨戒機が参加した。第2回目の方が小規模な実施となったが、海上自衛隊から参加した潜水艦の艦名までは公表されておらず、今回はこの潜水艦が敵役を演じたものだと考えられている。航空機は海上自衛隊が P-1 哨戒機、アメリカ海軍が P-8A 哨戒機を参加させており、これらが艦艇と共同で海上自衛隊の潜水艦を相手に訓練を行った模様だ。ただ参加した潜水艦の数は不明であり、敵役だけでなく複数の潜水艦が敵味方に分かれて、それぞれに対潜哨戒機、水上艦艇と連携したことも考えられる。こうなってくると公表されていないこの訓練の結果、つまり敵役と味方役のどちらが勝ったのか、もしくは優勢だったのかが非常に気になる部分でもある。どちらにせよ太平洋に面し、これまでも日米同盟に基づく共同訓練を行ってきた日米に加えて、本国から遠く離れた海域にまで艦艇を派遣したイギリスには注目だろう。イギリスは将来的には最新鋭の航空母艦クイーン・エリザベスをもこちらの海域に派遣する予定だと伝えられており、中国海軍への対応に注力する姿勢がうかがえる。ただし今回参加したイギリス海軍のフリゲート艦モントローズは、もともとは北朝鮮が行っている洋上での違法な物資供給を監視する目的で派遣されていたものだ。いわゆるセドリと呼ばれるこの北朝鮮の違法行為に対し、各国が経済制裁を無効にしかねないとして、カナダやオーストラリアをはじめフランスも哨戒機の派遣を行っている。イギリス海軍のフリゲート艦モントローズは多くの海上自衛隊の護衛艦と同様にヘリコプターを搭載しており、これらを活用し、洋上の監視任務に当たっている状況だ。ちなみにフランスも日本とインド太平洋海域における共同訓練実施に大筋で合意しており、フランスの誇る原子力航空母艦シャルル・ド・ゴールの派遣も予定されている。こうして見ると西側諸国の保有する航空母艦の
多くが日本の近海に集中することとなり、海上自衛隊の出雲、加賀の回収後にはさらにその傾向が強まると言えそうだ。もちろんこの背景には南シナ海で圧力を強める中国海軍を牽制する狙いがあり、もはや一国では中国に対抗できない西側各国の協調路線が鮮明になったものと解釈できる。このような動きの中で日本をはじめ中国海軍への抑止力として期待されるのは、やはり第5世代のステルス戦闘機 F-35 シリーズの配備だと思われる。海上自衛隊は護衛艦出雲、加賀を回収し、 F-35B ステルス戦闘機を艦載機とすることが確定しているが、イギリス海軍の航空母艦クイーンエリザベスも同様だ。すでにアメリカと F-35B ステルス戦闘機の共同運用を開始しているクイーンエリザベスは、海上自衛隊にとっても非常に有益な参考例となるだろう。ただし、発艦用にスキージャンプ方式を採用したクイーンエリザベスより、出雲、加賀にとっては、アメリカの強襲揚陸艦での運用の方が、より近いと言えるかもしれない。F-35B ステルス戦闘機については、その短距離離陸垂直着艦という、特性を実現するための構造上、どうしても耐用年数や航続距離が短いという欠点を内包している。しかし、同機が持つ高度なステルス性能と最新のレーダー技術は、仮想的たる中国海軍の策的網を超える作戦行動が可能だと召され、数で劣る自衛隊には欠かせない戦力だ。遼寧をベースに今後は自国建造でカタパルトを備えた大型の航空母艦を配備しようとしている。中国海軍に対し F-35B ステルス戦闘機と潜水艦は必須の戦力と言えるだろう。一方、アメリカ海軍の原子力航空母艦は現在の主力の F-18 戦闘機に変えてF-35C ステルス戦闘機の配備を進めている状況だ。これも全ての機体を一気に代替するわけではないため、任務に応じて F-18 戦闘機と F-35C ステルス戦闘機を併用する運用となるのだろう。すでに次期潜水艦建造計画が進む中、一般には公表されないスペックとはとたまに考えてしまいます。今回は次期潜水艦の性能を詳しく見ていきます。
潜航深度を深くすることでより忍びやすくなるが、浅い海域でも機動力が必要となる。それには、やはり電池性能ということになりますね。2021年現在、海上自衛隊の最新鋭の潜水艦といえば太平洋型だが、一番艦の太平洋が2020年10月に進水、2022年3月収益予定、二番艦の枠芸が2021年10月に進水、2023年3月収益予定と配備はこれからだ。太平洋型は、毎級である、そう、竜型を、デザイン的にも機構的にも踏襲した潜水艦だといえ、特に、そう、竜型の最終の2隻、11番艦、桜竜と12番艦の東竜の正常進化版と位置づけられるだろう。これは、機関部の構成も同様であることからも伺え、桜竜、東竜と同じく、太平洋型も、ディーゼル機関とリチウムイオンバッテリーと発電機を組み合わせた、ディーゼルエレクトリック方式の潜水艦である。使用上では、桜竜等が、水上排水量2950トン、水中排水量4200トン、全長84メートル、全幅 9.1 メートル、全高 10.3 メートルで、軸出力5600馬力、水込み13ノット、水中20ノットの速力だと考えられている。一方の太平洋型は、水上排水量3000トン、水中排水量4300トン、全長84メートル、全幅 9.1 メートル、全高 10.4 メートルで、軸出力6000馬力、水込み13ノット、水中20ノットの速力等が予測されるが、すべて近似値である。こうした使用上から見た場合に、実は、そう、竜型の1番艦から10番艦までの10隻は、軸出力で8000馬力ほどあり、機関部構成が、ディーゼル機関とスターリング機関と鉛製バッテリーと発電機だった頃は、今よりも数値上は上回っていた。しかし、そうしたカタログ数値以上に、機関構成の簡素化と艦内スペースの増加、そして鉛製に比べ、高速充電と持続力が向上したリチウムイオンバッテリーの採用で、実際の運用上の効率は遜色がないと言われている。ただし、あくまでも、これは、これまでの海上自衛隊内での通常動力型との比較の話であり、他国の原子力で推進する潜水艦とは、出力やそこから生み出される水中速度等で劣ってしまうことは、避けられない事実ではあるだろう。おおむね、原子力推進型の潜水艦の水中速力は30ノット以上とされており、通常動力型では、世界でも最高の水準と考えられる海上自衛隊の太平洋型や双竜型のおよそ 1.5 倍以上ににも達するため、おのずと運用用途が異なってくる。そうした水中速力と長時間の潜航航行が可能な敵国の原子力潜水艦に対し、日本の潜水艦が行うのは、特定の海域における待ち伏せ戦術であり、いわゆるチョークポイントと呼ばれる地点に潜み、敵艦の行動を妨害するものだ。特に、海上自衛隊の潜水艦の場合、他国の攻撃型潜水艦が、対地攻撃用のミサイル等の兵装も実装しているのとは違い、純粋に、対艦攻撃用の兵装のみに限定されているので、この傾向は、一層強くなることが予期される。韓国の国産潜水艦のトサンアンチャンホ級の初期型バッチ1では、通常動力型であるにもかかわらず、潜水艦発射型の VLS を6機搭載しており、攻撃型潜水艦の範疇でありつつ、対地攻撃能力の獲得を目指している。こうした他国の潜水艦とは異なり、海上自衛隊の潜水艦は、純粋に敵潜水艦を含む、対艦攻撃に特化した艦艇であり、傭兵思想そのものが、
自国の領海防衛に限定されていることを今一度踏まえておく必要があるだろう。また、2020年に太平洋が実際の進水式を迎えるまでまでには、一部では推進方式に従来までのプロペラによるスクリュー式ではなく、ウォータージェットもしくはポンプジェットと呼ばれる推進方式の採用を指摘する声もあった。確かに、ウォータージェットによる推進方式は一部の他国の潜水艦で採用されており、アメリカのシーウルフ級、イギリスのトラファルガー級、ロシアのボレー級などが実在しているが、いずれも原子力推進型の艦艇である。潜水艦以外でのウォータージェット推進の採用例としては、レジャー用の小型の水上バイクや、速度22ノットを超える高速船の一部などに取り入れられており、水上艦では40ノット以上を発揮する艦艇も存在している。ウォータージェット推進は、搭載する艦艇が自身の接する周囲の水を一旦吸い上げ、高圧ポンプを動力源にして噴射することによって進む方式だが、スクリュー式よりも物理的な効率が低く、したがって燃費も悪い方式でもある。それでも前述したように、一部の原子力推進型の潜水艦がウォータージェット推進を採用しているのは、その原子力という動力源が非常に寄与しており、一般の通常動力型とは比較にならないほどの出力を生み出すゆえである。にもかかわらず、太平洋型がウォータージェット推進を採用するかのような言説がインターネット上に流布された背景には、おそらく2019年に千葉県の幕張メッセで行われた MAST アジア2019という展示会の影響があったと思われる。この MAST アジア2019において海上自衛隊の潜水艦建造を担当している主要メーカーの三菱重工業者が将来の次世代型潜水艦のイメージ図を展示しており、ここでウォータージェット推進の採用が打ち出されていたのだ。あくまでこの時に三菱重工業者が展示していたのは、次世代潜水艦に向けたコンセプトイメージの訴求が目的だったと思われるが、これを見た気の早い一部の人々が、双竜型に続く新型で採用されると先走ってしまったようだ。少なくとも、この当時命名はされておらず、太平洋型という名称も未定な新型潜水艦ではあったが、一番艦、太平洋は、この前年の2018年3月には寄港されており、そもそも次世代潜水艦という表現には合致しない。そのため、この時のイメージ図を本来的な意味での次世代潜水艦だと解釈しても、それは少なくとも太平洋型以降の潜水艦だと考えるのが正解であり、順当な判断だということがご理解いただけるだろう。ウォータージェット推進は、噴出する水流の方向を、ノズルの向きで変更可能なために、舵の設置が不要であり、高速度を実現できることと合わせて、潜水艦に実装することの利点が少なからずあることは、疑いようのない事実ではある。しかし、一般的に、25ノットまでの速度域においては、従来のプロペラによるスクリュー式が、動力源の約 65% の効率であることに対し、ウォータージェット推進では、ここから 20% ほど低い効率しか実現できないという。この両方式のエネルギー効率は、速度が30ノットを超過する時点で逆転するとされており、現状最新のリチウムイオンバッテリーで、水中速度が20ノットほどの日本の潜水艦では、その域に到達することはかなり困難である。今後、リチウムイオンバッテリーがさらに進化して全固体化がなされれば、そこで得られるパワーで、水中速力を現行の20ノットから
向上させる可能性もあるかもしれないが、やはり 1.5 倍にもなる30ノットの実現はハードルが高いだろう。これを考慮すれば、個人的には日本の潜水艦が通常動力型である以上、ウォータージェット推進の採用はメリットがなく、かなり抜本的な技術革新が実現されない限り実装されることはないと思えてくる。こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。奄美大島海峡を中国原子力潜水艦が通過後、太平洋へと向かった2020年6月のことだ。海上自衛隊からは、B1 哨戒機、護衛艦加賀が、すぐさま現地へと向かい、対応任務に当たった。日本では、中国の潜水艦はデータ取りできており、今回は逆に日本の、潜水艦への対応力を試しているようだ。そこまで日本を、甘く見ない方がいいだろう。なぜなら、さらなる次期潜水艦の開発が、進んでいく。では、そう、竜型潜水艦の次は、どんな潜水艦か見ていこう。軍事技術には、様々な新機軸が投入されそれが定着することもあれば、一定の条件を満たすものへの導入に止まる場合も多いが、そうした技術の潜水艦の代表例がポンプジェット式推進だろう。潜水艦におけるポンプジェット推進は、アメリカやイギリス、フランス、そして、ロシアと中国などのほぼ一部の原子力推進型の潜水艦への限定的な導入に止まっている推進方式となっている。この最も先進的に思えるポンプジェット式推進が一部の潜水艦のみに採用されるに止まっている最大の理由は最大でおよそ30ノット以上の高速でなければ、従来のスクリュープロペラに効率で劣るためだ。アメリカ海軍が当時のソ連をあらゆる面で凌駕するために、惜しみなく、コストと技術を投入したシールフ級潜水艦には、
ポンプジェット推進方式が採用されているが、水中最大速度は35ノット以上とも言われている。これに比して、海上自衛隊の潜水艦は、もちろん通常動力型であり、最新鋭の、そう、流型、闘竜などでの水中最大速力は20ノット以上と、低速であるため、ポンプジェット推進は採用されていない。海上自衛隊の装備品としては、潜水艦の兵装ではあるが、最大速力、40ノット以上を誇る97式魚雷や89式魚雷にはポンプジェット推進が用いられており、その速度での優位性を取り入れたものとなっている。ポンプジェット推進は、推進する本体が周囲の水を取り込んで、それを勢いよく噴出することで高い推進力を得る技術であり、潜水艦以外でも高速な水上艦艇に採用され、レジャー用では水上バイクなどに用いられている。前述したように、およそ30ノットを超える速力以下では、エネルギー伝達効率が既存のスクリュープロペラ方式に劣るほか、機構が複雑な上、それゆえに高価になりがちな特性が採用される艦艇の種類を限定しているんだろう。反面、ポンプジェット推進のメリットとしては、高速を実現できることに加え、噴出する水の向きを調節し、進行方向を変える特性上から舵が不要となり、かつまた、水深の浅い状況下でも航行させられる点が挙げられる。ただし、これらのメリットのうち、ポンプジェット推進を採用している潜水艦が目的としている部分は、やはり水中航行時の速度にあると考えられ、それ以外は副次的な特徴に過ぎないと言えるだろう。ちなみに、通常動力型潜水艦において、2020年現在において、最新の仕様と、なっているのは、X 字型の舵と、1枚のスクリュープロペラであり、そう、流型も、ここの構成を採用している。X 字型の舵は、それまでの十字型の舵を進化させた機構で、十字舵の場合、4枚が、それぞれ、上下左右の向きを担っていたものを、仮に、どれか1枚が破損したとしても、他の3枚でカバーできるように、改良されたものだ。加えて、十字舵の場合には、海底への接触で舵を破損することのないように、舵自体が船体を超える長さにはできないが、これを X 字にすることで、長さ、表面積とも拡大することができるため、運動性能が向上している。これは、具体的には、十字舵の親潮型潜水艦と比べ、X 字舵の、そう、流型は、約3割の旋回性能の向上を実現、浮上に要する時間も、短くすることに成功しているとされ、より機敏な動きが、可能となっている。また、かつての潜水艦は、スクリュープロペラが2機だったものが、近年では、1機となり、それに伴い、スクリュープロペラの羽の枚数自体も3から4枚が、5から7枚へと増加する傾向が見られている。これにより、スクリュープロペラの羽の形状も、3から4枚の頃の全体に幅が、
広面積なデザインから、5から7枚では、L 字型に尖ったような形状に変更され、潜水艦で重視される静粛性の向上が図られた形状となっている。身近な存在では、現在の家庭用の扇風機などでも、5から7枚の羽を持ち、その形状は L 字型をしており、これも、稼働時の風切り音を抑えて、静粛性を高めるという、潜水艦と同様の効果を狙ったものと、言えそうだ。海上自衛隊では、現在の最新鋭艦の、双竜型に続く3000トン級の、潜水艦も建造を開始しているが、こちらも、双竜型の能力をさらに、高めたその延長線上にある仕様と目され、新機軸は少ないように見える。すでに、この3000トン級潜水艦の次級となる艦艇の設計も、開始されているようだが、いかに、リチウムイオン電池がその能力を高めても現状ではポンプジェット推進を有効にできるとは考えがたいようだ。しかし電池技術の進歩以下によってはそうした予想を覆しポンプジェット推進のメリットを活かせる通常動力型潜水艦が建造される可能性もゼロではないかもしれない。現在のリチウムイオン電池をしのぐ可能性のある電池としては、固体電池、空気電池、燃料電池など複数の方式のものが、基礎研究の段階から実用化に、向けた段階へと進化していくこともあり得るだろう。こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。2020年6月18日、日本の接続水域内、鹿児島県奄美大島の北東で、潜航する外国の潜水艦を発見したというニュースがありました。発見したのは、海上自衛隊の P1 哨戒機や P-3C 哨戒機、護衛艦、加賀、などです。外国の潜水艦が接続水域内を潜ったまま通過するのを確認したのは実に、2年半ぶりのことだったそうです。どの国のものなのか、目的などについて防衛省は、日本側の探知能力に関わるものであるから公表できないとして、何も発言していませんが、政府関係者によると、おそらく中国海軍の潜水艦とではないかという見解があるそうです。ここで、よくニュースに登場する接続水域、について説明しましょう。
接続水域とは、その国の領海、領土から 22km の外側で、かつ、領土から 44km の範囲を指しています。その地域から先が、排他的経済水域。EEZ、エクスクルーシブ・エコノミック・ゾーンと呼ばれる水域です。潜水艦が領海を航行する場合には、海面まで浮上し、国旗を立てなければなりません。つまり、領海では潜航は禁止されているのです。領海内では漁業も行われていますから、安全を考えれば存在を明らかにするのは当然ですよね。しかし、接続水域内では潜航することが認められているそうです。今回は、日本の領海ではなく、接続水域ですから潜航するのは、禁止はされていません。とはいえ、領海の鼻っ端をこっそり、往来されるというのは、なんとなく不愉快な思いはしますよね。この事態に、海事の元潜水艦艦長である元潜水艦艦長がインタビューに答えてくれました。元潜水艦艦長は海上自衛隊の元海将で、潜水艦林尾の艦長などを務めた経験豊富な方です。現在は、金沢工業大学虎ノ門大学院で教授の職にあります。彼は、この潜水艦は中国籍に違いないでしょう。人間一人一人に、それぞれ指紋があるように、潜水艦にもスクリュー回転音などの、音紋というものがあります。同じ。音紋はありませんから、潜水艦の指紋とも言われます。詳細は話せませんが、海上自衛隊は、そういう情報をすべて持っています。つまり、音紋を調べると、潜水艦の名前も国籍も判明するのです。今回の相手、中国は、自分たちが日本の海事に捕捉されているということは重々わかっていたはずです。それなのに、あえて接続水域を潜航するというのは明らかに意図がありますね。海事の探知能力を試そうと考えていたのでしょう。中国は習近平主席による独裁体制が確立して以来、愛国心を高揚させるため、軍の主導によって対外的な強硬策が取られるようになっています。たびたび緊張が走る尖閣諸島での行動も、その一つですが、実はこれも去年から動きは始まっていました。こんな風に、平時においても、様々な動きをして、相手と抑止力を、ぶつけ合ったり、睨み合いをしているというのが現実ですと、話してくれました。ちなみに、中国は、2019年時点で、60隻以上もの潜水艦を保有していると、言われています。さすがは軍事大国中国と言うべきでしょうか。この数は日本の保有数を大きく上回っています。前述の元潜水艦艦長は数だけの比較で見れば確かに海上自衛隊は中国に追い越されています。しかし問題は潜っている
潜水艦を発見する能力の違いです。現在は、アメリカ海軍が世界トップですが、1990年代、平成初期までは、海上自衛隊が世界で一人勝ちのような状態でした。海自は、横須賀基地のアメリカ海軍第7艦隊と一緒に訓練をしていましたから、アメリカに引っ張られるようにして、能力がアップしていったのです。それにプラスして P3C 哨戒機を100機揃えたことで、一気にレベルが向上しました。一例ですが、私は1998年、平成10年にハワイ沖で行われたリム PAC 環太平洋合同演習に日本代表として参加しましたが、潜水艦林をたった一隻でアメリカを含めた艦隊を全滅させることができました。現在、対潜水艦戦技術に関しては、イギリス、フランス、ロシア、中国も、いまいちです。イージス艦の能力とミサイル防衛の能力については、日本とアメリカだけがダントツに優れています。だからこそ、アメリカは、海自に対して、世界で自分たちと一緒にやっていけるのはお前たち日本だけという態度です。アメリカが日本と強く結びついている状態を中国海軍政府が強く意識しているということでしょうね、とも語ってくれました。これも防衛省関係のニュースでよく登場する単語ですが、リム PAC。リムパック、環太平洋合同演習というのは、アメリカ海軍の主催により、ハワイ周辺海域で行われる各国海軍の軍事演習のことです。日本の海上自衛隊は、1980年、昭和55年、から参加しました。元潜水艦艦長が参加した1998年のリム PAC には、日本、アメリカの他に、オーストラリアと韓国も参加しています。では、ここ最近の外国艦艇の行動に関しての発言を紹介します。中国潜水艦の選考を受けた河野太郎防衛大臣は、自衛隊に緊張感を持って、情報収集にあたり、領海領空の警戒や監視に万全を期すように、と、指示しました。このような外国との緊張をはらむ関係については、広報戦略の一環として、わざと国内外に知らせることもあるそうです。この活動の課題について、再び、元潜水艦艦長の意見を伺いましょう。元潜水艦艦長は、私は、2001年の同時多発テロ 9.11 前後に、ワシントンで駐在武官をしていました。当時アメリカでは、エムベド、記者などが従軍すると言葉があり、戦場に記者を同行し、軍の動きをありのままに見せるということがありました。私は、こういう時代が来たと感動しました。その後、
自衛隊の広報室長の職も務めました。しかし、日本のお役所というのは、なかなか固い部分が多くて、記者などの外部の人間に情報を提供したり、実態を見せるというのを回避したがるようでしたね、と語ってくれました。つまり、一般国民に国防に関わることを教えるのは難しいというよりも、教えたくないという雰囲気が強いのではないでしょうか。とは言っても、海で働く人たちは、海上自衛隊や海上保安庁の職員だけではありません。漁業関係者のみならず、観光客を、相手の商売をしている人も、たくさんいます。そのような人たちを含めて、多くの人々に日本が抱える対外的な課題を知ってもらうことは必要ではないでしょうか。そのためにも、防衛省や国の機関は情報を広く公開してもらいたいと思うところです。こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。そう、竜型潜水艦は、ようやく計画の12番艦までが進水式を終え、11番艦を竜潜水艦までが任務についている。この潜水艦日本で最強なのは、どの潜水艦といえば、やはり12番艦。東流潜水艦だろう。日本が推し進めてきた、スターリングエンジンにも限度があり。潜水艦は、限りあるスペースを大きなスターリングエンジンに、奪われていたのも事実。しかし、東流潜水艦からは、リチウムイオン電池を搭載、スターリングエンジンは姿を消した。今現在、原子力潜水艦と互角の勝負ができるようになっている。通常動力型潜水艦では世界一だろう。ディーゼルエンジン足すリチウムイオン電池のハイブリッドで世界に革新が起きた。これからの潜水艦性能の方向性をぐっと変えた。潜航深度や能力も桁違いに上がっているだろう。それを証明する事件が起きていたのを知っているだろうか？そう。南シナ海に突如として現れた黒潮潜水艦のことを。では、少し状況を話していこう。
南シナ海といえば、近年、中国の海洋進出が目立ち、緊迫した海域といえましょう。この緊張地帯で15年も潜水艦訓練を行っていたのに、ただの一度も発見されなかったという事実に驚きですね。その理由は何と言っても、黒潮の性能や隊員の優秀さに起因するものではないでしょうか。しかし、15年間という長い時間、全く発見されることなく訓練を続けていたというのはすごいことだと思います。しかも、相手はあの中国ですから、自衛隊の潜水艦がどれほど優秀なのかが証明されたということではないかと思います。では、黒潮に関してなかなか良い記事が見つかったので、下記に紹介したいと思います。安倍首相の中国訪問と潜水艦訓練、防衛省は海上自衛隊の潜水艦黒潮がベトナムのカムラン港に寄港したと発表しました。その後、台湾とフィリピン間のバシー海峡を通り、大型護衛艦加賀と合流。加賀と護衛艦2隻は長期訓練中で、黒潮と共同で9月13日、南シナ海において訓練を実施したそうです。通常の場合、自衛隊関係の訓練は何と言っても国防に関わる重要事項ですから、日程や場所を明らかにする必要は何もありません。極秘とされ、外に漏れるのを厳重に禁止しているはずです。ところが、海事はあえて公表しました。そのわけは、南シナ海で G 行動を展開している中国海軍へプレッシャーを与えるためと推測されています。2018年のこの時期、安倍首相は10月に中国を訪問することが決まっていました。そして、中国はアメリカファーストを叫ぶ。トランプ大統領と貿易問題で激しく対立していました。挙句には貿易封鎖されるのではないかという憶測が現実味を帯びてきた時期でもあったのです。だからこそ安倍首相を味方に引き入れてアメリカに譲歩を迫りたいのが中国。アメリカの対中制裁の影響で自国の景気が悪化しないようある程度の理解を示し、中国に譲歩させたいのが日本。二国間での駆け引きを前提とした訪問と言われていました。ここで、日本としては、せっかく珍しく中国から頭を下げてきているだから、この機会に何か譲らせることができるのではないか、という考えだったようです。確かに、手強い相手が頼み、ことをしてきたら、この機に自分の言い分を聞かせたくなりますよね。となると、ここは強気に出て、相手にガツンと一発かますぐらい、した方が外交上は有利になると考えられます。何と言っても、相手、中国の方から協力していただきたいと、言ってきているわけです。
と言ってもいつも通り。中国側は、せいぜい、遺憾の意を示すだけと推測されます。国内向けには、日本が下手に出たという体裁を、整える必要がありますからね。日本は、が、ツンと一発かまそうと思ったためか。当時の防衛大臣小野寺御殿氏は、9月18日、日本の潜水艦黒潮は、15年前から南シナ海で訓練を実施していたと公表したのです。15年前の2006年、平成18年は小泉純一郎が首相で、靖国神社参拝で中国、韓国の両国と揉めていました。この時、すでに中国は南シナ海へ頻繁に侵入するなどしていたのですが、アメリカはもちろん、当事者であるはずの日本も見て見ぬふりをしていたのです。表面上は沈黙していたのですが、水面下では、密かに南シナ海に潜水艦を派遣し、情報収集活動などを、行っていたということになります。そして訓練については、特定の国を念頭に置いて訓練しているものではないとは、言っていますが、中国を想定した訓練であろうと簡単に推測できますね。黒潮などの潜水艦が行っている訓練というのは、中国軍の艦船や潜水艦の情報収集はもちろん、相手がこちらの潜水艦を探知できる能力の有無を確認しようとするものです。仮に中国海軍が日本の潜水艦を発見したら、絶対大騒ぎするはずです。それが何もなかったということは、15年間、たったの一度も中国海軍が、黒潮を発見できなかったということを意味しているのです。この事実だけでも、軍事大国中国の海軍が世界に大恥を、晒したということになるでしょう。黒潮潜水艦の快挙と言っていいでしょうには、多くの人が驚き、喜んだと思われます。こんなに高性能な潜水艦があったら、中国がしょっちゅう領海侵犯している日本周辺海域も万全だろう。ひとまずは安心だと感じた人もかなりの数いたと思います。潜水艦は基本的に海中で活動するわけです。見えない相手にとっての脅威となりますし、周辺国に対して牽制できることにもなるでしょう。黒潮は本当にすごい活動をやってくれたとしみじみ感じます。海上自衛隊の出雲、加賀、航空母艦化に向けて、台形から四角形へ艦室構造を変更。今回伊豆、もの最新情報をまとめて、詳しく見ていきますね。南シナ海や東シナ海に何隻の空母が集結するのか、
ほんとすごい事態になっている。2021年度の概算予算にヘリコプター搭載型の出雲片越艦2番艦の加賀の改修工事費用として231億円が組み込まれており、1番艦出雲と同様にその準備が進められている。変更点改修箇所としては、艦載機となる F-35 ライトニング 2B 型のエンジンからの排気熱に対処するための全通飛行甲板上への耐熱工事がまず挙げられ、これは MV-22 オスプレイ用にも役立つとされている。日本では MV-22 オスプレイは陸上自衛隊が千葉県の木更津駐屯地に暫定的な配置を予定しているが、本来は佐賀空港を拡張しての運用を目指しており、いずれにせよ南西諸島向けに配備する方針だ。さらに出雲、加賀の改修工事で最も大掛かりなものだと言われているのは、現在上空から見た場合に台形型をしている艦首部分を四角形型に変更するもので、アメリカの強襲揚陸艦に倣った形だ。もともと短距離離陸、垂直着陸が可能な F-35 ライトニング 2B 型としては、台形上の艦首による現状の滑走距離でも物理的な発艦自体は可能だが、機体の離陸重量は軽くせざるを得ない。この機体の離陸重量に制限が発生するということは、つまり搭載する兵装や積載する燃料を少なく抑える必要性を生じさせ、実運用時の攻撃力や航続距離の低下を招いてしまうことを意味する。こうした兵装や燃料搭載量を最大化したいのであれば、イギリス海軍のクイーン・エリザベスやイタリア海軍のカブール等のようなスキージャンプ式の発艦機構が理にはかなっている。しかしアメリカの強襲揚陸艦がこれを導入しない理由は、飛行甲板上への他の機体の駐機スペースを減らさないためと言われており、出雲、加賀でも同様の理由が考えられる。実写映画化もされ、人気を博した漫画原作の作品、空母息吹では、同艦は F-35 ライトニング 2B 型の運用に、スキージャンプ式の発艦方式を取り入れているが、これはフィクションゆえと言えそうだ。もう一点、今回の出雲、加賀にスキージャンプ式の発艦方式を加えなかった理由は、両艦が監視下部に対潜哨戒用ソナーを搭載していることが大きな理由として挙げられている。スキージャンプ式の発艦方式を増設する場合、どうしても艦の重量増加は避けられないが、対潜哨戒用ソナーも設置したままでこれを行うとした場合、大きく艦全体の安定性を欠く可能性がある。こうしたリスクを検討した結果、現状では出雲、加賀の改修はアメリカの強襲揚陸艦を踏襲したものになったと思われ、また艦内スペースの有効活用についても参考にする模様だ。 F-35 ライトニング 2B 型の出現と出雲、加賀の航空母艦化で、航空母艦という艦首のくくりが非常に拡大解釈されているように感じられるので、大まかな艦艇の仕様を見てみてみよう。イギリスのクイーン・エリザベスは
基準排水量4万5000トン、満載排水量6万7669トン、全長284メートル、全幅73メートルに、最大で48機ほどの F-35 ライトニング 2B 型やヘリを艦載できる。イタリアのカブールは基準排水量2万2130トン、満載排水量2万7100トン、全長 236.5 メートル、全幅39メートルに、最大で20機の F-35 ライトニング 2B 型ヘリを艦載可能となっている。出雲、加賀は基準排水量19500トン、満載排水量26000トン、全長248メートル、全幅38メートルに、最大で F-35 ライトニング 2B 型なら、10機前後、ヘリも大体同様の、艦載数と見られる。アメリカ級強襲揚陸艦は、満載排水量4万5570トン、全長 257.3 メートル、全幅 32.3 メートルに F-35 ライトニング 2B 型なら、20機前後、MV-22 オスプレイならば42機とさすがライトニング空母と、呼ぶべき収容力だ。韓国が先頃打ち出している軽空母計画は、詳細な仕様等は不明ではあるが、軽空母と言いつつ、排水量は4万トン程度とも言われ、ちょうど、クイーン・エリザベスとカブールの中間とも思える。アメリカの大型原子力航空母艦を基準にしてみると、クイーン・エリザベスは中型、カブールは小型空母であり、出雲、加賀はヘリコプター空母の拡張版といった印象だ。アメリカは最新のアメリカ級や前級のワスプ級の強襲揚陸艦に F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とし、大型原子力空母を保管する戦力に位置づけようとしているが、出雲、加賀よりはるかかに大きい。こうした出雲、加賀への艦載機として配備が待たれる。 F-35 ライトニング 2B 型ではあるが、2021年4月には宮崎県のニュータバル基地への2024年前後の配備を進めて、南西諸島防衛を目指す予定だ。しかし、こうした F-35 ライトニング 2B 型の配備計画が報じられると、一部の左派メディアなどでは、機体そのものの安全性の問題や騒音を、懸念する声が地元にあると指摘するなど、相変わらずの反応を見せている。
こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。日本は最新鋭ステルス戦闘機を全部で147機導入予定だ。そのうち F-35B ステルス戦闘機を42機導入する予定。この F-35B ステルス戦闘機は、なんと短距離離陸、垂直着陸が可能なステルス戦闘機だ。もう知っていると思うが、この F-35B ストベル機を艦載可能にするために護衛艦出雲や加賀の改修が決定している。その改修一番艦になる出雲がようやく改修スタートしたとの情報をキャッチした。詳しく見ていこう。2020年6月、日本の接続水域内を潜航したまま通過した中国海軍所属と、おぼしき潜水艦の追尾、警戒にあたり、海上自衛隊の護衛艦、加賀も、対応に出ていたことが報道によって明らかにされた。高い対潜哨戒能力を有する護衛艦、加賀は、今回の対応でも主体的な役割を果たしたと想像に難くないが、同艦の同型艦にして、一番艦の護衛艦、出雲は、航空母艦化の改修工事に入った。護衛艦、出雲は、2018年12月に閣議決定された内容を受け、神奈川県の横浜にあるジャパンマリンユナイテッドの磯子工場において、1段階目の航空母艦化改修工事が始まったとものだ。1段階目と表記したのは、今回の改修工事が大きく2回に分けて、実施されることになると考えられるためであり、この後護衛艦、出雲は、アメリカでの F-35B 戦闘機の適合試験を挟むと考えられる。そして、2025年頃に、ようやく2段階目となる航空母艦化改修工事を経た後に、おそらく2027年頃に晴れて護衛艦、出雲は正式な航空母艦として、再配備されるスケジュールで進むものと見られている。ちなみに、護衛艦、加賀の改修工事は、これより2年遅れて、2022年頃の開始が見込まれているが、護衛艦、出雲と違い、一度で改修を実施するため、航空母艦としての完成は、逆にこちらが早いと考えられる。アメリカでの F-35B 戦闘機の適合試験は、これまでに就役している航空母艦、イギリスのクイーン・エリザベスやイタリアのカブールも実施しており、F-35B 戦闘機の運用を行う上での必須項目だ。日本においては、航空自衛隊所属となる F-35B 戦闘機の運用訓練も、護衛艦、出雲、加賀、の改修と同時並行で進められると見られるが、アメリカが岩国基地に配備する同機を用いた訓練も含まれよう。どちらにせよ、護衛艦、出雲、加賀の航空母艦としての戦力化は、今の予定では2028年頃が最短だと考えられており、完全な戦力化までは、さらに、ここから2年ほどを見込み、必要がありそうだ。
航空自衛隊が調達する F-35B 戦闘機の数量は、現状で42機が予定されており、航空母艦化改修を終えた、出雲、加賀、には6機1組の、飛行小隊単位での運用が行われるものと考えられる。しかし、日本政府は、改修が完了し、航空母艦となった、出雲、加賀、に、対しても、常時 F-35B を艦載機とする運用は、行わないと表明しており、今後、これが、その言葉通りとなるのか否かも、注目だろう。護衛艦、出雲、加賀、の航空母艦化改修が表明された後、カタパルトを装備しない同艦2隻では、固定翼の早期警戒機イニティや、空中空輸機の運用ができないとして、作戦能力の限界を指摘する声もある。これに関しては、例えばアメリカ海軍のような大型の原子力空母であれば、まさにその通りだろうが、護衛艦、出雲、加賀、が、モデルケースとする艦艇では、世界的にも、ごく一般的なことだとも言える。具体的な例としては、アメリカの最新鋭、アメリカ級強襲揚陸艦でも、固定翼、機の運用はできず、先のイギリスの、クイーン・エリザベスやイタリアのカブールでも同様である。イギリスのクイーン・エリザベスは哨戒用のヘリコプター運用を想定している模様だが、確かにこちらの調達にも苦慮しており、最大50機近くの艦載機を搭載可能な艦艇としては問題だろう。しかし、翻って、日本の護衛艦、出雲、加賀の艦載機数は、6機前後であり、アメリカ級強襲揚陸艦も、最大で約20機程度のため、F-35B 戦闘機に実装されるレーダーの相互リンクで代用すると見られる。この運用は、確かに、早期警戒機 E2D に比べて、大幅に遠距離の索敵能力に劣ることは事実ではあろうが、あくまで F-35B 戦闘機を艦載機とした限定的、軽空母的な運用においては許容範囲内なのだろう。今回の護衛艦、出雲の第一段階の改修工事には約31億円が投入されるが、これは飛行甲板の耐熱加工や発着管時に必須の誘導灯などの設置に充てられ、大規模な改修は2回目になるとめされる。一方で艦載機となる F-35B 戦闘機については、2020年度予算で約793億円が計上され、ここに最初の6機の調達費用が含まれており、概算で1機あたりがおおよそ132億円だということが見て取れる。今後、F-35B 戦闘機は、総数で42機まで調達することが決定しているが、これらの配備先となる、例えばアメリカ軍で言えば岩国基地などの、地上の航空自衛隊基地がどこになるのかは未定のままだ。個人的に、早く約国が買収を決定した鹿児島県の馬毛島あたりに、新造される拠点に、これら42機の F-35B 戦闘機の機体の一部が、
配備されることは間違いないのではないかと推察する。これは、馬毛島がアメリカ軍の空母艦載機の発着訓練場になることや、現在の日本が置かれた中国からの南西方面の脅威を考慮した場合、最も合理的な地理上からの配備場所になると思えるからだ。こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。南シナ海での黒潮潜水艦が突如として現れた。護衛艦加賀、アド米軍との自由の航行作戦での訓練をしていた時だ。今となっては後出しになってしまうのだが、当時のチャンネルでも言っていたのだが、潜水艦が海底に入ると、行った3日後くらいに当時の防衛大臣、小野寺氏が15年も前から南シナ海での訓練を行っていた。護衛艦加賀の海底には黒潮が任務を遂行南シナ海で、極秘任務についていた。なぜ今頃発表と考えてしまうが、実は黒潮は旧型の潜水艦その旧型でも南シナ海まで潜航しつつ、中国海軍にも発見されず、このタイミングという場面で発表した。抑止効果としか言えない。でも、そう、旧型潜水艦が、もう一隻海底にはいたのではないだろうか。そんな気がしている。そう、旧型潜水艦の潜航深度は、旧型潜水艦の黒潮よりも深いのは、当然で、この潜航深度は、極秘扱いになっている1000メートルは潜れるという人や、500メートルがいっぱいという話などある。実際には、その潜航深度は、謎のまま、未だに議論が繰り広げられている私は、800メートルと考えている。最新鋭の竜や東竜などリチウムイオン電池搭載艦、ともなると深く潜れるのではと考えるが、この潜航深度はそのまま変わらないだろうと考える。そう、竜型潜水艦の次。最新鋭潜水艦では変わってくると考える通常動力型潜水艦でトップ。原子力潜水艦をもしのぐ性能を取り込んでいるだろう。静粛性は実質トップと言える。それでは、リチウムイオンを搭載した雨竜の引き渡しに備え、性能をおさらいしていこう。日本には潜水艦が数多くありますが、オウリュウの出現が今までの潜水艦の歴史を変えました。オウリュウは2018年10月4日に進水式を終えたばかりなので、
本当の活動はまだまだこれからですが、日本の本気の忍者が完成したのだと考えています。しかも海底の忍者です。ちなみに、オウリュウの建造費は660億円だったそうです。このオウリュウの出現とは、一体どんな意味があるのでしょうか？高性能な潜水艦は、自国よりむしろ他国への脅威となるはずです。つまり、日本の周辺国、中国、韓国、ロシア他にとってはかなり、目障りな脅威的存在だと感じることでしょう。なぜなら、日本に近づこうとしたら、空か海の両方を突破しなければならないのですから。忍者オウリュウなら、海からの敵の接近をすぐに察知し、防衛体制を整えることができるでしょう。自分たちの見えないところは、潜む見えない敵これほど恐ろしいものは、ないでしょう。ここで、オウリュウに関する中国メディアが書いた記事を紹介します。気になることが書いてありました。三菱重工神戸造船所で10月4日、新たに建造された潜水艦の命名式及び進水式が開催されました。この潜水艦の名前は、オウリュウ、そう、竜型潜水艦の11番艦です。特筆すべきは、この艦が世界で初めてリチウムイオン電池が搭載された軍用潜水艦という事実です。中国の無料で利用できるニュースアプリである今日頭上波19日、オウリュウに関連した記事を載せました。そして、リチウムイオン電池を搭載した日本の潜水艦にはメリットが多いのに、どうして中国では採用しないのかと啓発しました。これまでの総竜型は、鉛電池とスウェーデン製のスターリングエンジンを併用していたのですが、代わって新たにリチウムイオン電池を搭載することによって、水中持続力などが格段にアップしたようです。日本は近年軍事拡張の傾向があり、未だにアメリカの制限を受け、しかも平和憲法の下にありますが、軍備の面でも存在感を示しつつあります。といった内容でした。また、キジハオウリュウが使用しているリチウムイオン電池についても説明しています。このリチウムイオン電池の発明に関しては、日本人の吉野彰氏が2019年のノーベル化学賞を受賞したことも記憶に新しいところでしょう。リチウムイオン電池は多くの電気自動車にも使用されている電池です。蓄電量は普通の電池の3倍と言われていますから、充電に時間を割けない潜水艦に使用するのは効率的と言えるでしょう。充電のために浮上しなくて済むわけですから、潜水可能時間が長くなるはずです。さらに音が静かで、敵に気づかれにくいという利点もありますから、どうしてこんなにいいものを中国では採用しないのかという疑問が出てくるという指摘もありました。今日、頭上の記事は、中国で採用しない理由についてリチウムイオン電池には発火しやすいという致命的な欠点があるためと説明しています。確かにリチウムイオン電池を使用しているスマートフォンやノートパソコンに発火事故が少なくないのは事実です。海底で活動する潜水艦上での火災は命に関わる大変な事故になりますから、発火の恐れがある電池の使用はしないというのは理解できることです。とはいえ、潜水艦用リチウムイオン電池については、様々な問題、予算とかのせいで、長い間採用が見送られてきました。しかし、発火や爆発などのリスクについての安全性はずっと以前から、
確認されていたと報道されています。ということは、結局、中国製のリチウムイオン電池の問題であって、日本製とは違って信頼性に欠けるというのが正直なところなのかもしれませんね。中国の別のメディア開始新は10月24日、横流については15年進んでいると言われるが、この間には致命的な欠点があるという内容の記事を掲載しました。リチウムイオン電池は、世界中の携帯電話や電気自動車に搭載されていますが、その大半は日本製と言われています。今までの鉛蓄電池ではなく、リチウムイオン電池を搭載することによって、潜水艦は長期間の潜航が可能になり、メンテナンスが容易になり、音も静かで、艦自体の隠密性が高まるなどの利点が多くなります。言うまでもなく、敵に発見されないことが潜水艦にとっては最重要です。潜水艦の位置を確認する方法の一つが、ソナーマンによる機体の音の補足なのですが、機体の音が静かであればあるほど、発見される確率が低くなるのは当然ですね。つまり、リチウムイオン電池が音を小さくしてくれるということです。記事は、これらのメリットを認め、東方の大国中国よりも、15年進んでいるという日本の専門家の言葉を引用しながら、中国国内の危機感を示しています。その上で、リチウムイオン電池には致命的な欠点が存在する指摘しているのです。それが、リチウムイオン電池は過充電状態だと発火する恐れがある。ということで、万が一安全問題が起きてしまえば、どんなに高性能な潜水艦だったとしても、無意味であると主張しています。それに続けて、2013年1月には、日本航空のボーイング787型機のバッテリーが発火するという事故が起きたことも紹介し、この問題はその後どこまで改善されたか判明していない以上、同じような事故が起こるかどうかは、現段階では判別しがたいとも言っているのです。と言っても、2013年4月には日米当局がアメリカボーイング787型機の運航再開をすでに認可していますから、787型機バッテリーの安全性は確認されたと言ってよいと思われます。それにしても、どうして日本は発火などのリスクを承知でリチウムイオン電池を使用するのでしょうか。この記事は、日本は原子力潜水艦を所有できないので、強まってゆく中国の軍事力に対抗するためにはリチウムイオン電池というリスクを選択するしかないのだとまで論じました。そして記事の最後には、中国の原子力潜水艦は言うまでもなく強力だが、残念ながら艦数が不足しているのが不安という雰囲気で、横流に対する危機感を示していました。潜水艦へリチウムイオン電池を搭載するのは世界でも初の試みですから、中国だけではなく、世界中から注目されるところでしょう。これほど注目を集める理由の一つには、日本製の優秀さ。つまり、やはり、日本のものづくりに対する徹底した真摯な意識があるからではないでしょうか。今あるものを真似して同じようなものを作るだけでもっと高度なものへという発想がなければいつになっても追いつけないでしょうし追い越すこともできないと思われます。
こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。海上自衛隊潜水艦がどんな任務についているのかご存知だろうか。日々、日本領海内を防衛任務についている。そんな極秘だらけの日本潜水艦情報をキャッチ。今回は海底での領海内を侵入した中国原子力潜水艦を例に挙げて詳しく話していきますね。中国の原潜も性能はアップしているだろうが、日本はもっと性能アップしていることを思い知る出来事がありましたよね。日本の潜水艦テクノロジーと中国の潜水艦のそれの格差は異次元レベルになりつつあるのではないかという評判です。まず、日本の潜水艦は敵に音を探られない静粛性にかけては世界でも有数の高性能を誇ります。ということは最大にして最高の武器を保有しているということになります。これに対する中国潜水艦ですが、通常動力型潜水艦は爆音を立てるし、原子力潜水艦に関しても凄まじい騒音とか、潜水艦に必須の性能、それも優れたを有する海自の潜水艦。大きな音を立てて後悔する中国潜水艦は、まさに、さあ見つけてくれと言っているようなものです。なので発見するのも、至って簡単。はっきり言って、朝飯前の仕事。海中のどこに潜んでいるのかも、すぐに判明できると言います。万が一、中国潜水艦が日本海域に侵入しようものなら、海自は即防衛任務に取り掛かり、対応することになります。瞬時に対応すると言ってよい海自相手というのは、中国にとっても最も敵にしたくないと考えるのではないでしょうか。今回は、そんな中国原子力潜水艦の話題です。4年前の2018年、年の初めに、発生した事件がありました。中国海軍の攻撃型原潜、昭九とみられる艦艇が尖閣諸島の近海で海面へ浮上し、自分の国籍を明かす中国国旗を掲げたという事件です。これは潜水艦にしては不可解な行動と世間を騒がせました。中国海軍寄りの意見としては、尖閣諸島が中国の領土であると見せつけるために昭九原潜がこんな行動を起こしたというものでしたが、軍事的に考えると不条理ということです。単純に考えても潜水艦というものは海中に潜んでその居場所を敵に悟られてはいけない存在のはずです。これは中国海軍のこの昭九原子力潜水艦だけではなく、現在活動中の潜水艦は敵に己の位置を捕捉されない秘匿性の保持が最大の前提条件であるはずです。そうでなければ潜水艦の任務を遂行することはできません。現在ある潜水艦はその使い方によって、
大きく2つに区別されるようです。一つは今回の小級のような戦術的攻撃型潜水艦で、もう一つは潜水艦搭載用の弾道ミサイルを搭載した戦略型潜水艦です。と言っても真のところはどの潜水艦でも大した差がない、同じようなものと言えましょう。なぜなら潜水艦は敵の攻撃に対しての防御力が高いとは決して言えない兵器です。つまり居場所を特定されてしまったら、水中に潜んでいる優位性をなくすことになり、敵の攻撃を受けたら行動を封じ込められてしまうことになるからです。香港のマスコミでさえ、小級潜水艦は海上自衛隊に位置がバレてしまったが、それに気がつかず尖閣諸島の近海へ侵入してしまった。しかし海自の必要な追尾に逃走を諦め、浮上しなければならない羽目になったと指摘しました。この小級原子力潜水艦の初舷ですが、全長 107M、 幅 11M 潜水艦の大きさを表す排水量は6000から7000トンで、2006年平成18年頃から収益が始まった艦ということです。小級原子力潜水艦は形式的には093型原子力潜水艦に分類されます。091型艦旧原子力潜水艦に続いて、中国海軍が建造した国産2番目の攻撃型原子力潜水艦と認識されている潜水艦です。ちなみに昭は中国古代に存在した伝説に近い王朝で、殷とも呼ばれます。艦は項羽と劉邦の戦いで有名な前艦、三国志の前時代である五艦などでご存知の方も多いと思います。共に歴代王朝の名前を潜水艦の名前につけるところに、中国のプライドが感じられるような気がします。さて小級原子力潜水艦の3、4番艦は長さが少し延長されて、騒音が抑えられた改良型になっています。続く後、6番艦にも改良が加えられたので、バージョンアップしていると予想されます。093型小級原子力潜水艦の後継として、すでに095型原子力潜水艦の建造計画が進行しているとみられます。敵に発見されないための静粛性を向上させ、対地上攻撃用兵装も充実させた新型艦が2020年前後には収益をスタートすると推測されています。新型095型原子力潜水艦が収益したことが確認されるまでは、現状の093型小級原潜が中国海軍における最新鋭攻撃型潜水艦と考えても差し支えはないようですが、今回浮上した、させられた対象の艦は改良型 093A 型だったようですね。この海事に追尾されて浮上したという今回の行動が、本当に093型小級原潜の実力だったなら、日本側にとっては組みしやすい相手と判断できますから、むしろありがたいと思える存在のようにも思われます。もともと
海上自衛隊の潜水艦探知能力というのは、太平洋戦争後の東西冷戦時代、当時のソ連の潜水艦を敵と仮想して、培われてきたと言われています。旧ソ連の崩壊から30年以上も経過していますから、さすがに、この分野については、数で言えば中国にかないませんが、質では日本がはるかに高いと言えるようです。海自は、仮想敵の潜水艦を封じ込めるため、長年にわたって領海の海底に、センサー網を張り巡らしているそうです。だからこそ、中国の潜水艦を、個別単位で識別もできますし、驚くことに出航した時から、その動きを刻々と追尾することも可能と考えられています。その理由は、潜水艦には、それぞれの艦に応じた、音紋と呼ばれるものがあります。人間でいう指紋のようなもので、同じものはありません。この潜水艦ごとの音紋のデータを海自は保有しているのです。日々の任務で収集活動を行う中でコツコツと蓄積されてきたもので、言うなれば、日本の領海防衛の用と例えられる根幹となるべき情報なのです。今回は、中国潜水艦が日本領海に侵入する恐れがあると判断した海上、航空の両自衛隊が艦船や航空機を出動させ、2日間にわたって追跡を行いました。そして、最終的には護衛艦がアクティブソナーを使用して警告を発したそうです。この追尾行動には、海上自衛隊の潜水艦も参加していたと思われます。しかし、位置を把握されないように、積極的な行動を起こすことなく、護衛艦のアクティブソナーに対応を任せた状況だったと考えられます。潜水艦の基本的な任務に徹したとも言えるでしょう。このような観点から見ると、いざとなったら、海自潜水艦が当該原潜を沈めてもおかしくなかったのではないかという意見もあるようですが、ちょっと飛躍しすぎていると思われます。中国海軍が、どんなに挑発的行動をしてこようと、自衛隊は、実際の武力行使に及ぶことは、ありえません。それに至るには、政治的なハードルが高すぎますし、撃沈という事態になってしまったら、平和憲法下の日本は、国際的にも非常に難しい立場に陥ることになるでしょう。最近の紛争を見ると、先進国の軍隊は自軍の損害をなるべく少ない範囲で抑えることが、作戦行動の大原則となっています。アメリカのイラク。攻撃のような一方的な展開は、現在では起こしにくいのです。アメリカほどの超大国でも、国際的非難にさらされることはなるべく、避けたいと考えているはずですから。もちろん、こういう状況は、中国でも、ある程度までは同じ感覚でしょうが、中国が自国領土と主張する地域、南シナ海、台湾など、そして、尖閣諸島にも進出してくる可能性は十分あります。そうした事態の抑止力として、今回は中国に対して自衛隊の鉄壁とも言える防御網を知らしめることになりました。日本がその気になれば、
自分たちは撃沈されるかもしれないと思わせたことが重要だったと考えられます。